さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。春ランマンド85以上で出現する日向ぼっかさやです。春ランマンに指数があるん。あるでしょ。春指数があるん。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、むき氷。可愛くない？めっちゃ可愛くない？これめちゃくちゃ可愛いけど、お前その手は何だ。めっちゃ可愛い。いちごレモンブルーハワイで並べてこう、はい、全員ポーズ撮ってるとかっていう、そういうデザインで、まあ、全員味は一緒なんですよね。味一緒なの？かき氷って全部色が違うだけなんです。だって30年間何かに騙されてきたんだね。祭りのかき氷のシロップって、うん、あれ色が違うだけっていう説を聞いたことがあります。へえ、そうなんだ。諸説あります。ということで今回こちらです。無限、うん、あ、無限といえばですよ、無料体数っていう単位もありますけど、いつ使うんですかね、あれは ね、 あれ小学校の時に覚えていつか使ってやろうと思う。そうで、小学校の時ぐらいは使えるんだよね、うん、無料体数バーカみたいな、ね、あ、そう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 、そバカみたいな使い方できるんですよ、小学校の頃なら。一生使うことはないと思う。ということで今回やっていく企画はこちら。でんだどん、絵の中に絵を描いて、そのまた絵の中に絵を描いて、そのまた絵の中に絵を描いて、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 描き続けることはできるのか。僕、げんちゃんが不安になっちゃったな。も僕もなんかタイトルコール言ってて頭おかしくなっちゃった。まあ、ということなんですけども、うん、iPad の CM とかで見たことある方いると思うんだけど、うん、絵の中にピンチインするとまた絵があって、うんうん、さらに拡大するともっと絵があって、うん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 、っていうね、恐ろしいこうデジタルアートならではの技法がねあるんですけども、はい、今回夏目さんちもそのね、うんうん、無限に絵を描くというのにチャレンジしてみようかなと思うわけなんですけど、てかまあそれこそさ、うん、今回ねそれをねサヤジオでやっても楽しいかなって思ってるんだよね。要は今ここにあるサヤジオってさ、うん、まあ変な世界があるけど、まあ変かな、え、でもみんなが見えてる、ここいた。みんなが見えてないだけで、うんうん、この弱き心のヒュッとズームしていったら、この口の中にまたもう一個ユニバースがあるかもしれないけど。あー、そういうこと。じゃあ僕らが生きているこの世界って実は蝶が見ている夢かもしれないって、はい、そういうこと。そう、まあそういう、まあ、胡蝶の夢的な話でもあるかもしれない。で、僕らが見ている、僕らが見られている胡蝶の夢だったものはさらにまた先のなんかすごい人の夢かもしれないって。すごい人が見ている iPad の中には絵の中に絵があって、絵の中にまた絵があって、その中に絵があって、その中の絵の中が僕らの世界かもしれないってこと。でも今から僕たちはその中に、さらにこの中に絵を描いて、絵を描いてを続けていくから、もうこの動画よくわかんないよ。はい、じゃあちょっとやっていきますか、はい、早速ね、まずはテスト試しにやってみましょう。やってみましょう。はい、ということで今回ですね、こちらを使っていきたいと思います。ドン、はい、iPad、 iPad、 はい、まあ、iPad の CM でやってたということは iPad でできるでしょうという、はいはいはい、ことなんですけども、うん、こちらのエンドレスペーパーっていうねアプリがありまして、はい、どうやらこのアプリを使うと、うん、絵が無限に描けるらしいっていう、なんかすげえ怪しいアプリなんですけど、すごい怪しい、そこだけ聞くとすげえ怪しい。すごい怪しいですね。一旦今試しにちょっと30分ぐらいやってみようかなと思ってるんですけど、はい、まずは今回は最後に2人でリレー漫画ならリレー無限お絵かきをしたいなと思ってた。あ、いいですね、いいですね。だからお互いの世界観でストーリーがつながっていくっていうのをがっつりこう1日ぐらいかけてやりたいなとか思ってるんですけど、いいですね。ということで、はい、まずはこのエンドレスペーパーがどういうもんなのかっていうのを僕たちまだ知らないので、今回はきっかり30分しましょう。お、いいですね。30分でリレーでこう無限に絵をつないでいく練習をしようと、うん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 、よいスタート、スタート。じゃあまずはでも固定調べよ。うわ、もう最近出すぎこの子。いやなんかさ、出すぎよ。楽なんだよね、うん、まあ楽そう、はい、マスコットの一人であるうさがないちゃん、ね、うさがねえです、はい、出てきてるんですけども、ペンすごい癖ない、これなんかね先がねガサってしてて、ね、ガサガサしてる、なんか、うん、使って半年ぐらい経ったマッキーみたいな、うん、そろそろ変えた方がいいよってやつですね、うん、はい、ということで、はい、え、ここからだよね。そう、ここから絵の中に絵が入るわけなんですけど、どこに行けたい。いや、もうだってここ全部塗られてるんだもん。目しかないでしょ。え、おー、あー、え、すごすごすごくないこれ。え、すごい。はい、じゃあ僕ここに行きます。はい、
やなんか僕ちょっとこの中にさ、うんうん、これ電柱みたいに見えたからさ、あ、おしゃれ、ここさやのところがそう見えたのよ、ちょっとなんかまあ懐かしいよね、小学校の時さ、こうカラスが鳴いてこう、はいはい、みんなお家に帰りましょうっていうチャイムが鳴ってるあの時のことを思い出すよね、エモカラスなぜ泣くの、お前らも喋ってんだごめんな。うさがないはこの懐かしの風景を思い浮かべていたのね。かつてこんな風景、故郷があったなって。何があったの？何があったの？うさがない。心配で私結構。はい。どう？かっこいい。なんか書いてみましたけど。ね、いいですね。はい。うんうん、じゃあこっからまたさやさん。はい。おそらくこの人は多分、うん、ここにだって太陽があるわけ。一番明るいところだから、はいはいはい、太陽のところに何かがあるということですよ。まあなるほどね。はい。何があるんでしょうかね。多分なんかどうやらこれね、引いてると太くなる。ああ、うんうん。わ、すごいなんかステレオタイプな、なんかステレオタイプな UFO みたいに出てきたけどこれ。なんか文句言われたか、オムライスにした。本当だ、ごめん。全然ステレオタイプじゃなかった。海賊。何なの、はっきりしてほしい。海賊旗の海の字がさ、うん、今地球上にある海っていう言葉だけだと思うなよ、はい、もしかしたら宇宙に住んでる人たちはみんな宇宙のことを海って呼んでるかもしれない。まあスペースパイレーツって言いますからね。かっこいい、はい、もう書いてください。はい。かわいい、見て、かわいくない？あ、かわいい、めっちゃかわいいね、これね、うん、宇宙に生まれすってあんのかな。ないよね。いや、前なんて言い切れないよな。まあね、それこそ可能性は無料体数のほど、うん、使えちゃった。でも可能性は無料体数って言うんだったらさ、うん、無料体数って限りあるんだよ。無料体数で終わっちゃうんだ。無料体数で終わ、可能性は無限大より介護感だよ、そのワード。あ、確かに、うん、でもなんかざざまこれだから地球人。はい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 、ちゃんとお皿に乗ってる。あ、しかもお皿なんだ。うん、お皿に乗ってる。じゃあちゃんとケチャップライスじゃん、うん、外に出てんじゃん、皿の出てる。ケチャップライスさ、はいはい、作るのめっちゃうまいんだよね。ケチャップライス作るのうまいってある？うまい、うまい。あのケチャップライスにでも玉ねぎ入ってるのすごい嫌いなの。そんなめんどくさいことはしない。そうだから総じてさやの作るケチャップライスは僕は好きでしょ。玉ねぎ入ってないから。玉ねぎどころじゃないよ、うん、米しか入ってない。そう、米しか入ってない。本当にケチャップライスなんで字のごとくケチャップライスなの。美味しい。はい、というわけでこれ宇宙船があったわけですね、ここに。はい。あ、今これでちょうど折り返しだ。わかった、俺はここに見出した。ここの鍵穴があります。宇宙船の中に鍵穴。え、お前の脳内エモファクトリーじゃん。エモファクトリー。あら、なんかまた、やだ、赤く輝く保水。はい、ここに保水が立ちがあります。レッドスターってこと？それはチップスターやろってね。うるせえな。なんか色が、あれ？黒で 黒で黒塗ってるけど、ちょっと濡れてるから、これ真の黒じゃなかったんだ、ここ今。黒で300色あるから。わ、なんか星が生まれた。大気よ、大気を生む。わし大気くんを生む。誰？絶妙にいそうな人やめて。いそう。おお、なんかあれは僕らの住む地球？これが僕らの住む地球なのかどうかは、うん、決めるのは画面の前の君だ。ああ、じゃあ僕らの運命は画面の前にいる君にかかっちゃったんだね、はい、そういうこと。プレッシャーに押しつぶされそうになるといい。責任を持つというのはこういうことだ。わあ、見てこの30代のおじさん、責任転嫁だよ。すごい、星が生まれた。はい、ここからどうなるか。あと9分、あと9分です。さやさん、いきます。ギュイーン。普通にちょっと面白くない？ね、なんかもうちょっと待って、うん、この、うん、あ、なんかここのちっちゃい濡れてないところなんてもう湖。トライアングル湖だ。うわ、絶対なんかやばい事件起きる、この湖。 でもせっかくこんな機会だから好きなもの描くね。あ、でもなんか俺ちょっと想像できちゃった。まずい。そう、トライアングル湖にいる、もしかしてこいつキッシー？うん、キョンシー。キョンシー一度死んでる。ほら、貼られてる。ジェゲーさんがこの後ちょっと続けやすいようにしといてよ、はい、優しくね。本当、優しい、うん、ジェゲーさんってそういう気遣いができるもんな、うん。ここに窓つけとくからさ。つけるな、窓。キリムンガルドについてた窓をつけるんじゃない。はいはいはい。ぽい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 。ぽいはぽいは。ぽいけど、そこディテールいる？そこそんなに。あと5分切ってます。さやさんで終わりか？まだワンターン残ってるから。いや、ワンターン残ってる割にはやってることがまだいらないだろ、その舌は。そのベロはいらんや。よだれもいらんだろ。いるやろ。近づかないと太くなる。
いや近づくとどんどん細くなる。あ、そっか。じゃあダメか。もっと離れないとダメ。じゃあこんぐらい離れ、なんだこの絵は。離れたらビビっちゃった。いや面白いな。でもこれおもろ。はい、じゃあ源さんどうぞ。あと3分、あと3分、急いで。でもあと3分で何が描けるのよ、ここから。頼むよ源さん。ほら二人であの時見た夕日を思い出してよ源さん。なんか二人で見てないのよ別に。あれはね、ほら前いた会社の上司からさ、旅行中に電話かかってきて、さやぴが旅行中にベイベー泣きながらすみません、本当にすみませんって言ってた、あの時のすごい嫌な記憶思い出すな。私を照らした夕日よ。本当に夕日に照らされてたからね、あの時。あの時マジで切なかった。なんでそんな今嫌なこと思い出した。もうあとはもうここからは書けるものを適正で書くしかない。あ、いいじゃんいいじゃん。あらららららら、ペロ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 、あペロ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 。はい、では30分やってみましたけど、とりあえず最後の窓は、はい、あの窓の中によくわからんやつとね、普通になんか女の子がいるって、なんかちょっとよくわからん絵になりましたけど、うん、大丈夫、よくわかった絵を描いたことがない、まあね、さやさんからすると大丈夫、まだわかる、まだ大丈夫、うん、怖っ、哲学なんだけど。しかもだってさ、あのさ、これはだって実在してるかどうかっていうのがさ、そう怪しいよね、疑いの目の中に入ってしまったことでさ、うん、はい、もうわからないんだよ。さあここにさやさん、はい、書き足すんだ、お前の手で。何を。この疑いは、はい、一体どこにいるのかっていうこと。さやさん書きね。なんとなんとこのウサガナイは焼肉を食べているサヤさんの若いウサガナイだっただと。夏目さんち春のグッズ祭り、ウサガナイ T シャツ好評予約受付中。はい、動画の途中で失礼します。実はウサガナイがマジで T シャツか決定しました。つなぎにつながれたウサガナイをぜひ洋服にも変えてあげてください、はい、そしてちぎれたウサガナイキーホルダーも発売決定です。怖、これでも見慣れたら結構可愛いんですよ。そしてさらに皆様からの熱い要望を受けて、旅するイクラ T、 そしてオムティが再販決定。オムティはちょっぴりデザインを書き直したり、服の形もゆったり進化しているので要チェック。完全受注生産になりますので、予約受付開始までもうしばらくお待ちください。それでは動画の続きをどうぞ。そういうことがしたいんじゃなかったの。別にそういうことがしたいんじゃなかったんだけど。いい肉食ってんじゃねえか。ちょっと塩とわさびあるやつじゃんこれ。え、そちょっと、ね、塩とわさびと醤油あるやつ。味判できる。焼肉を食べているさやさんが来ている魚内の中にあるのは、この夕日のエモい街。その中であるのはオムライス。オムライス。オムライス号の中にいるのは無限なる宇宙。無限なる宇宙の中に。星があり、そこには生命が宿り、そう、そしてその星の中の一つの湖の中にはキリンシーがいます。はい。面白い、これ。え、これめちゃくちゃ面白いね。ね。いやでも悲しいね、なんかこのパーカーの中に閉じ込められたウサガナイは、うん、自分の力ではどうしようもなくなって過去のことを思い出してるみたいな感じになってる。なんかすごい悲しきピョン吉みたいになってる。あまりに悲しすぎるピョン吉がいる。まあ、ということで今回ね、まずはこんな感じで今試しにやってみたんだけど、いやおもろい。すでに面白いね。うん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 。いやめちゃくちゃこれはすでに面白いので、もうちょっと物語を考えて。そうね。ここからね、今はちょっとさすがにこう。うん、はちゃめちゃすぎた、行かれてたじゃん。意味が分かんなすぎたので、うん、ちょっとここから、はい、お互いがお互いの世界観、そう、ね、まあ、ストーリーを受け継いで、うんうん、リレー形式で世界を無限に広げていこうと。いいですね。この30分間マジで脳みそ使ってなかったから、うん、ここからはもうちょっと脳みそを使ってやってみたいと思います。さあでは早速ですね、はい、今度はロングバージョンやっていきたいと思います。いや交換日記スタイルですよ、はい、まあ、交換日記スタイル。ただし、うん、今回はですね、制限時間各絵に対して30分きっかり、はい、30分で表された世界なので、そこそこのカオスは残したい。、はい、なるべく脳死で描けるようにしていきましょう、はい、かしこまりました、はい、2人合わせて、まあ、4時間ぐらい8ワールドつながっていけば何か起きるんじゃないかと。ちゃんと、それではまずトップバッターさやさんからいきますか。はい、ねえ、どこまでもなんかこう虚無な空間で焼き肉食ってさやさんはどっか行きます。ではまずさやさん1回戦目よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。じゃあ30分経ったらまた呼んでください。はい、ハト飛ばします。隣の部屋なんだ。はい、それでは30分よーいスタート。そうさ、1番目
ってさ一番楽じゃない？だってさ繋げなくていいからさ、なんかもうご自由に書いていただく感じって感じだよね。コッパです。ちょっと口開いてるのポイント、 A さんが困るものをね書きたいんだ、私は作品を書きたいんじゃない、 A さんを困らせたいんだ。ね、A さんはキュウリが嫌いだから、そういった意味のサプライズでもあるってわけ。さあ、さやさん第1枚目、こちらカッパちゃんです。あの性別不明なんで、一周回って普通のパスをゲイさんは果たしてどうするんでしょうかね。それではゲイさんに渡してまいりましょう。はい、ということで受け取りました、さやの30分のカッパGo to hell つってるこのカッパさん。いやでも抱えている地獄に行きたいよね、やっぱね。行きます、スタート。じゃあまずはでも物語を作らなきゃいけないから、このカッパの子がなんで Go to hell なのかというところからですよね。まずはこの瞳の中に燃え盛る豪華というちょっとね短絡的ではあるんだけど、やっぱり燃え盛る火の中にズームインしていくっていう感じでいきましょうか。ちょっと作り込むには足らなかったが、この世界を受けてさやさんは一体どこに行くのでしょうか。では次、さやさんにバトンをパスしていきたいと思います。なんかさ、すごい壮大じゃない、カッパおるここに等身高くない。じゃあ行きます。じゃあもう、ね、30分なんでね。でもどうしようかな。でもこういうのってやっぱさ、ここでしょ、この窓の中でしょ。やばいな、想像以上の物語が俺を襲いに来るんだけど太ももムチムチやなこの構図だと完全にこいつが侵略者なんだ。はい、やばい、着てみるとやばい、高貴な方だからね、ルイ・ヴィトンも着るんです。ちょっと破けてますけどね。はい、じゃあこちらをねゲイさんに次託していこうと思います。いや、どうなるんだこれ。さあ、ということで終わりました。終わりました。4時間かけたので、まあ8ワールド続いてるはずなんですけども、さあどうなったんでしょうか。せーの、ドン。まあ皆さんこれ見てたと思うんですけどいや、これはまずさやさんからのスタートなんだけど、これ何ですか。いやもうこれはアイドルです、はい、アイドルなの、カッパアイドルの KPP ちゃんですよ。あ、そうなんだ、うん、じゃあどうなっちゃったんでしょうか。トワイスぐらい流行ってる、すげえ流行ってるじゃん世界的じゃん。で見てこれ、はい、キュウリワッペン、うん、本当はねもうちょっとね衣装のね、はいはいはい、ちょっとねディテール凝りたかったんだけ ど、ね、時間がなかったので、はい、はいはい、でこれ相棒の Go to Hell カッパです。ちなみに手には血がついてるんだけど、怖っいやでもこれはもしかしてこの先の展開を暗喩してるかもしれない。暗喩してるかもしれない、はいはい、Go to Hell カッパ、彼の目に映るものは一体、レレ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 レこいつですよ、は。いや、そう。そう。こいつね、頭身クソ高くてめちゃめちゃ笑ったんだよな。クソ頭身高いカッパの、ね。向井治ぐらいあるんだよね、頭身が。はい。そのカッパは、はい。何かこう、寂しげに、城を見つめてると。いや、もうそうや、うん。城もだってさ、炎に包まれてるし、なんかニョロッとしたものに、うん。これはね、カッパドラゴンです。これもカッパだったんだ。やっぱ30分だとね、そういうあの理由付けがないのでだんだんカオスです、ね、いや、そうですね、大会、まあ、この魔のカッパ城、じゃあさやさんそこから、はい、はい、なんと、いや、わかります、なんとなくもう見えてますね。で、はい、この地獄のど真ん中にそびえるカッパ城の中で何が起きていたのか、うん、いやこれ結構やばくない、起きてることえ、だってさ、乗っ取ってるよね、多いよ。書いてる時は、燃え盛るカッパ城をね、はい、悲しげに見つめてるって絵だったから、はいはい、だからきっとこの後ろに思い出があるんだろうなって思ってたんだけど、あれ乗っ取った側じゃねってことになってしまっていやでもこれなんか別人の感じがあるね。あ、そうそう、うん、これはあの、これ別カッパ、うん、別カッパかも、うん、輝くご飯を王座で守ってる、はい、ルイ・ヴィトン着てる。なんでルイ・ヴィトン着てるの。ポイントはルイ・ヴィトン着てるからちょっとハイブランド志向なの
この城の中で御所を大事に抱えているこのご飯粒、はい、ご飯粒、はい、ご飯粒なのかと俺は疑ったわけですよ。あ、これはもしかしてご飯に見せかけたご飯ではないかもしれないと。はい、お前はどこに書いたの。え、ちっちゃ、はい、このご飯粒の中に広がっているのは何なのかというところです。こちらこの子こんなとこにいたの、はい、そう、今回ねお互いのズームアウトして見ないようにという感じでやっていたので、ご飯粒の中にはこの能力を蓄えていそうな、はい、カッパちゃんですよこの子は。あ、そう、この世界では、はい、ご飯粒のように見えてこんなちっちゃい米粒の中で虎視眈々と成長しているのがカッパなんですよ。やばこれはこの小さい米粒全部ですよ。だからこの米粒全部にこの子がいるわけですよ。こういう子がいるわけです。はい、はい、カッパというものの生態を描いてみようというところに入りました。うわー、なんでこんなに大事に抱えてるんだろうこのミスカッパはと思って、うん、確かにね。そう、いやこれ卵だえ、じゃあ私はね、じゃあこの子から、はい、さあどこに書いたと言いますと、はい、なんとやっぱその辺だよね。そんな感じした。ここですね、泡の中ね、水の中に浮いているんですけど、うんうんうん、その水泡の中に、はい、これ何と思って、これは、はい、この子が見てる世界です。え、この子っていうのは徳江さんが書いたこの子が、はい、卵の中で、はい、今かと自分が世界に出る瞬間を待ってるじゃないですか、はいはいはい、その時にはもうすでに他の世界をこう覗き見る感知能力があるっていうことで、この子がもうこの世界を別世界を覗いてたんだ。そうマルチバースよ。そう、もう宇宙を覗く力を蓄えているという設定で、はいはいはい、普通の大学生っぽい男の子を描いてみたんです、ね、そう、そう、この世界結構普通の世界だよなと思って。そう、あのこれ普通にね、うん、これ信号があって、はい、都会、まあそうだね、都会っていうか、ね、うん、見られてたわけだ。そう、見られてることになんか気づいちゃった。あ、そう、なんか気づいて気配をね、んってなってちょっと一瞬振り向いたっていう、うん、はい、なるほど、はい、これマルチバースって言ったじゃないですか、うん、でも僕マルチバースにしなかったんですよ。お、何かというとですね、はい、この男の子今何のニュースを見てるか、うん、カッパの生態が判明カッパの生態が判明、はい、カッパは卵生で米粒くらいの大きさの卵を一度に1億個産み落とす。オスは体長50センチほどで成長が止まるが、メスは最大5メートルの個体になり、粘動力も、ここで文章はちょっと下にスワイプしないと読めないんですけど、読めないですっていう記事を彼が今まさに読んでるので、はい、カッパからのコンタクトを受け取っちゃった子ですよ。ああ、そういうことね。この少年はだからもう今まさにこの世はカッパと人類のコンタクトが起きてしまうわけですよ。やば、こいつはカッパをなんか研究してるようなやつなのか、果たして何なのかというところでぼかしといたんですけど、うん、どうやら何か作ってるもんね、はい、これはもしかしたらメスの培養かもしれないですね。あー、5メートルにどん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 成長してるところなんで、オスこんなでかくなんないから、50センチ、そう、オスは50センチで止まっちゃうから、カマキリと同じ生態なんだね、うん、そう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 、そうメスのが強い、メスのが強い、うん、そういう、うん、メスオス食うからね、カマキリ、そういうことですメスは最終的にあのあれです、オスの尻子玉を抜いてそれを食してあの子供を産むっていうっていうところになりましたけど、はいはい、この世界におけるカッパというものが、はい、SF 的な意味で解明されているそんな時代そんな時代何が起きていたのか、この博士は一体何なのか、何なのか、はい、で実はねここに彼の過去が悲しすぎるだろこれこれ何って思って彼の何彼の悲しい過去、彼これ若い頃でしょ、これ若い頃、ね、すげーいい顔、優しい顔してこんななっちゃったね、こんななっちゃったけど、うん、昔はね、すごい優しい顔してる、優しい人で、これメスのカッパ、妻、カッパ、ね、だね、カッパリングがあるから、そう、カッパリング、ね、結婚指輪だね、キュウリ婚したの、そう、キュウリ婚したの、うん、なるほどね、そう、過去こんなメスカッパのことが大好きだった、はいはい、うん、妻カッパ、でも妻カッパがいたんだ、でも妻カッパは妻カッパは殺されちゃったんだよね、これはきっと人類によって何かあったんでしょうね、人類の手によって殺されちゃったんだよだからこうなっちゃってことは、だからこうなって最強のカッパを育ててこの世界にちゃんといなきゃいけないのは、滅ぼさなきゃいけないのは人類なんだっていう典型的なヴィランのなり方をしてしまったんだこの人は。でちなみにですね、はい、次がラストですよ、はい、次がラスト、はい、今回の4時間、果たしてどういうラストを迎えたのか、うん、これどこに書いたんですか、はい、ゲイさん、これですね、でここの割れている中心地、はい、え、何これ、ワームホールみたいなのがあるよ、はい、これ実はね、あれなんです、うん、雨がしとしと降ってるとこ下から撮ってるカメラですね、森の中で、あー、うんうん、はい、あ、かっこいい、かっこいい、この辺からナレーションが始まる、どうしてこの世界はずっと雨が降ってるのっていうとこから始まるんですよ、ここからで、あの曲が流れてくる、うん、いい感じの曲がテラリーンつって流れてくる
で、そしてこのままいきます。この国に雨が降った、カッパの嫁入り。これがこの物語のタイトルです。カッパの嫁入りです。狐の嫁入りって言葉があるんですよ。ありますね。あの日照りでさ、はいはい、あの日照り状態でなぜか雨が降る、うんうんうん、こう雨が降ってないはずなのに雨が降っている。それは涙なのか血なのか、血まみれの争いの中で降るひとしずくの涙のことなのか、それとも過去に殺されてしまった博士の奥さんなのか。思想はカッパしか知らない、はい、それは果たして Go to Hell 地獄なのか、この世界はなぜそんなにカッパがはびこっているのか、カッパとは何なのか、この夏真実は明らかになる。これあれ、このまるシリコ玉、はい、シリコ玉。あの現代ティアーズ。現代ティアーズってことは、はい、海外で作られてる。そうそう、海外製ですから。これあのスウェーデン映画なんです。スウェーデンの映画です。あの日本のカッパというものを題材にした名作ファンタジーです。ティアーズ、それがちょっとようやくこの度今週日本上陸。ようやくようやった、はい、ようや ちょっとロゴムカつくんだよ。なんでいいだろう別に。ちょっとおしゃれでムカつくんだよ。カッパのさ、下猫、ね、下、ね、下、あ、そう、ちょっと凝ってる。でそう、これよくね、この国に雨が降ったっつってるのに、うん、ポスターサイズにすると雨が全くないっていう。あー、そういうね、はい、うんうんうん、そういうポスターです。だから引いてくとここは雨なんだけどね、うん、だここで雨が降ってるのはこのシリコ玉に映るこのカッパの女性の涙だけ。しかもね、今までのさ、うん、カットの中でこのカッパの女性は一回も出てこないってことがまた、うん、そこがミソだよね。そうだね、この人物は誰なのか。誰なのか。果たして、はい、この続きはみんなの手にかかっている。投げた。しかも投げた。皆さん予告編を、ね、はい、見ていただいたということになります。はい、ぜひあの現監督の方でね映像化させられますのでね。ゲットフリックスで、ね、ゲットフリックス公開されますので。面白くないこれ、すごいね。いや、すごいな。ここまでさ、ずっとさ、うん、人じゃないよ。ほら、あ、悲しい。悲しい。いや、なんかさ、うん、なんか謝りたくなっちゃった。俺がカッパなんかで始めたせいで。いや本当だよ。カッパがこんなにシリアスになるとは思わなかったよな。本当だよな、うん、いすごいすごい、 いすごいよこれは。よくわかんないけど、なんかよくわかんないけど、うん、なんかよくわかんないけどすごいよ。そうだから空前絶後のカッパブームドゥドゥから始まる。あのちょっとコメディ映画みたいな感じで始まる。ドゥ、彼女は一体何を守っているのか。本当だよ。やい驚愕のノンフィクションファンタジー。ノンフィクションノンフィクションファンタジー出た。俺見られてる。知られざるカッパの生態が今明らかになる。彼の過去、カッパと人類の行方は今週日本上陸。カッパの嫁入り。ゲットフリックスで、はい、どうですか皆さん、はい、ゲットフリックスのご登録お待ちしております。あの映画批評サイトでさ、うん、あの、うん、こんなんじゃないと思ってたっつって、お尻にとかつけられちゃうやつ。いや、わかんない。だからコメディ入りのシリアス終わり。ああ、そういうね、そういうタイプ、うん、皆さんもぜひぜひやってみてください。かつあの嫁入りをどうぞよろしくお願いします。クラウドファンディング受付しておりません。これすごいね、このアプリ。このアプリすごい、うん、だってこれ引きまくったらね、言っとくけどさっきのさやさんいるからね。隣にいるんだよ、うん、多分どっかにいるよ。ちょっと引いてみようか。引きまくって引きまくって引きまくったら、どっかにいる。いや、あ、そうだ、こっから引いて右に行った気がする。危ないなぁ。あ、よかった。危ない、ブックマークしよう。危ねぇ、危ねぇ。宇宙に放り出された時に恐怖だったんだけど今。やばかった、ふわって言って。本当に宇宙に危ねぇ、すごい怖かった。いや、だから久々に怖かった。俺今カッパの夢入り見てるんで、多分ね。見ながらご飯食べる、見ながらご飯食べる。今一番怖かった。今一番怖かった。怖かった今の。これは面白い。一番怖い。怖っ。